リューチェル、まあ、大丈夫か、もう大丈夫か。ニュース見たよ。で、キッズのね、みんなも見たと思うけど、ペコ&リューチェルの、ペコ&リューチェルが、離婚しました。雪しとるかな。あ、ペコ&リューチェル知っとる、インキャラのキッズの、このチャンネル見てるね、捨て汁のね、ガキども、うん、知っとるか。ペコ&リューチェルっていうね、まあ、いるのよ、ペコ&リューチェルっていうのが。ペコっていうね、女子とリューチェルっていうね、リューチェルがいいんだよ。生きしとるか、大丈夫か。あのね、これちょっと初めて言うんだけど、本邦初公開、結構衝撃の事実なんだけど、ね、実は僕、リューチェルとね、ちょっと関わりがあって、これがガチ、これはガチなんだよ。実はね、リューチェルと俺ね、同い年なのよ。1995年奇跡の世代生まれね、花のね、95年世代、同い年で、ほんで、まあね、お互いイケメン でモデルとしてね、リューチェルって、ペコとリューチェルってなんか、なんだっけ、なんかアンアンみたいな、エッグみたいな雑誌のね、モデルなんだけど、まあ俺もね、身長179センチね、八頭身のね、ガチモデルだから、パリコレモデルだから、まあ関わりあってね、ちょっとね、まあ、同い年だから、で同い年でしょ、で既婚者で、俺も結婚してね、子供いるし、でリューチェルもね、子供いるし、まあ知り合いみたいなもんなんだよね、ここまで来ると、うん、で、まあ、知り合いだから、ここまで来るとね、ちょっと見過ごせんなっていうね。おう、大丈夫か、うん、ものすごく心配してます。ちょっと LINE 繋がんないけど、連絡つかないけど、心配しとるよ。なんかね、ネット上ではまあいろいろね、本当にね、今回のことで言われてましてね、まあ、リューチェルもね、リューチェルっていうのはちょっと水臭いわ、本名で呼ばせてもらうね、リュウジもね、比嘉リュウジっつうんだけどね、まあ俺ハルジだからね、リュウジハルジでね、まあ同じようなもんだ、知り合いですわ、同じようなもんだから、リュウジもね、まあちょっとね、今までね、ずっと隠してきたものが、隠してきたブツがね、ちょっと我慢できなくなったと。まあ詳しくはちょっとね、リュウジのね、名誉に関わるから言わないけどさ、うん、これからはね、夫と妻ではなくてね、新しい形っていうね、なかなか洒落たこと言っちゃってさ、大丈夫か。俺、お前の一番の親友だから、お前の一番の理解者だから、何でも言えよ。連絡ないけど、待ってっから。な。コラボすっか。うん、いいんじゃない？そろそろしても。ね。花の95年世代、奇跡の世代ね。俺とお前でね。だいぶ今、もう落ち込んでんじゃない。ああ。で、これからの人生不安やろ。ああ。離婚して、ねえ、ネットでね、あることないこと言われて。ああ。わかるよ。俺もね、お前と同じね、タレントだから、わかるよ、あることないこと言われてね、オワコンになってね。ああ。で、こんなクソ動画撮ってね。ああ。一応コラボしとくか？ん？お前もしたいんじゃないか？本当は。知ってんねん。これね、結構俺ガチなんだけど、これ、言わせてもらうわ。これは本当にガチなんだけど、俺ね、お前、知ってんねん。これ脅迫じゃないよ。ただね、これマジで、俺、お前、これはね、本当に脅迫とかじゃない、リュウジ、訴えないでね。でも、俺は本当にね、結構、
顔広いから、本当あの川崎の折原伊豆屋だからさ、情報屋だから知ってんねん。いいんじゃないか、コラボしても。あ、ごめん、この脅迫じゃないよ、あの本当にね、情報もね広いから俺。知り合いみたいなもんなんだよな、知ってるから。ああ知ってんだよ俺の知り合いがな、なんかってね入ってくんだよ。だから俺はね、お前のこと何でも知ってる、全部知ってる。だからね、多分お前も俺のこと知ってると思うから、やっとくか。まあ冗談はさておいてね、本当ね、俺もね、お前と同じ一時の、お前と同じね、背負ってるもんがあっからさ、妻と子供っていうね、あっから、無理すんなよ、同い年だからよ、奇跡の世代だからよ、まあほっとけねえんだ、ほっとけねえんだマジで。やっぱね、第一線でね、こういう芸能界ね、まあね、YouTube っていうか、こういうね、エンタメ界の第一線でね、活躍するね、同じ世代のね、まあスーパースターとしてね、待ってるよ。本当連絡くれ、ガチでコラボしてやるから。ね、特別よ、俺がコラボするなんてそうそうないよ、してやっから。いつまでもなしょげてな、男前が台無しだぜ。誰と終わると思った、終わると思ったか、龍二。終わります、待ってるからな。